ベントさん、はい、今日は何がしたいんですか？山でね、ファミチキが食べたい。おー、じゃあファミマ行って買ってきますか？違う違う、そうじゃない、そうじゃない山で出来たてのファミチキが食べたいんですよ。あー、ファミマ行っちゃうとさ、はい、できてはいるけどさ、うん、持ってくる途中に冷めちゃうじゃないですか、山で食べたいって。まあ確かにね。あ、そんな人のために、そんな人のために僕はちょうど用意したんですよね。えラリスコさん。あ、はい、そうなんですよ。一体何なんですか？これです。 これは一体ファミチキ揚げ油。なんかファミチキを自分家で作れるよっていうやつ、はい、すごい、そんなの売ってんだ。そう、これを使えば、はい、お家であの味が食べれると。食べられる、食べられる、まあ、お家でね、普通はお家なんだけど、うん、しかし我々は、はい、山で肝心の肉はあるんですか？確かに。タヌキは知らないぞ。やべえと思って自分で食っといてやべえ。はい、ありますよ。来た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 。俺も、はい、公式ファミチキのチキン。あの裏に置いてあるやつじゃないこれ。いや、そう、あれだよね、店長が発注して届くタイプの。そうだよね、すごいなこれ。めっちゃ量あんな。そしてあ、10枚入りって書いてある。おー、1個じゃ 100g なんだ。へ、うん、そうなんだね。新しい知識が入りました。ファミチキは1個100g。 というわけで、はい、このファミチキを、はいはい、山でできるという幸せな時代に到達したんで、確かについにここまで来たね。ここまで来た。ここまで来たよ。思ってなかったね。ちょっとオープンしますよ。そうですね。これが特製油。いきます。はい。はい、おお。高級感あるね。高級感ある、ね、ある、ね、ラベルがいいね。あら、ちょっと間違って飲んじゃいそうだわ。いや、飲まないで。絶対ねえだろ。いや、なんか証券ビチャと同じはこの持ちやすい感じ。コレステロールゼロだって。おお、おかしい。いや、全然。確かに、油って結構な確率でコレステロールゼロにできるっていう噂を聞いたことがある。そうだな。これじゃあ何が違うんですか、ペントさん。でもなんか透明感というか、そう、澄んでますよね、色が。確かに。すごい。なんかね、一応ここに、はい、ファミチキ揚げ油の秘密ってのがあって。ああ、教えてくれるんですか？いいんですか？全然秘密にしてないけど。企業秘密じゃないの？はい、3つあります。はい。その1、素材の旨みやコクを引き出す。特許。特許技術製法。特許取ってんのこれ。製法であるよね。本当に。おー、はいはいはい、ヘルシーなんだって。なるほどね。これがなんかファミチキ揚げ油の、その秘密らしい。ほうほう、特許取ってんのか。すごい、我々も欲しいね、特許。欲しいわ。特許って響き良くない？特許を取ろうってやりたいね。じゃあやっていきますか。そうですね、何品か作るよね。そう、何品か作る予定で、はい、どうする？まずそのまんま食べてみる。確かに、普通に揚げて。そう、普通に揚げて、うん、揚げて。それはあり。そう、ね、お腹すいた。そう、作り方見るか。箱をアテンション。アテンションの意味知ってる？今同じこと聞こえた。それはアテンションプリーズの、アテンション聞いてくださいみたいな。あ、まあ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 、まあ、アテンションプリーズだとそれになるんだけど、アテンション単体だと聞け。フリーズがなくなったから。言わされてる、言わされてる。注意事項みたいなことですね。そう、うん、なるほど。よし、じゃあ油入れていくか。いきます。はい、もう全部いっちゃってもいいんじゃない？これ確かに全部いっちゃっていい、2本あるから、うん、これが特許ですか。これが特許です。足りないかも。ノブラブラ、タヌキの高いとかね。あ、タヌキの膝に。あ、でも大丈夫だよ、サラサラだから。サラサラだから大丈夫。膝にいい入ってるから大丈夫。そう、コレステロールゼロ。オッケー、1本終了。あ、2本いけるか、これ2本いっちゃう。うん、せっかくだしね。それすら取れないですよ。日常生活に支障をきたすレベルじゃないですか。しかもなんでここ開けたんだ。間違えた、そこは脳死してた。そしたら、はい、安全に気をつけつつ、はい、つけます。油の180度ってどうやって分かるんだろうね。菜箸を入れて、うん、あの泡がシュワシュワってなる。さすがさすが。問題、はい、ファミチキの原産国はどこでしょう。ピワン、はい、タイ。正解。正解。うわー、僕勘で言ったのに。本当に、マジ、うん、そんなことある。いや、なんかそっちの方の国かなって。本当にそんなことある。本当です。タイよ、タイ。タイか。ファミチキタイ出身。確かに。
しんない。勉強中にファミチキ食うと油こぼれて参考書に油飛び散るってことなの。やばい。じゃあ垂れるもんね、あれね。あ、そうなんだ。勉強してこなかった。ファミチキは食べてきた。ファミチキはあの、そうだね、高校生の頃にあの登下校とかに食べてた。高校で食うやついる。確かに。今は分かるけど。高校でファミチキ食ったやつ見たことないよ。高校でそんな余裕あったことないかもしれない。それはある。もう常に時間との戦いみたいな。時間しかなかったな。時間しかない。え、それはギリギリになって行くとかはないの？学校に。あ、全然あるあるある。その時じゃなくて、ゆっくり学校に行くときに、まあ、気ままに買って。気ままに。気ままに。それ、なでしこ次第じゃん。あ、そういやさ、昨日、なでしこさんから、はい、なでしこ調理学校編の時の写真を1枚見せてもらいました。あ、来た来た。その話を今ここでするってことは、この辺に出てるってことですか？いや、わからない。どうだろう。結構真面目に、うん、なんか髪の毛1本でも出したらアウトみたいな感じだから。そうだよね。そう。だから、調理学校に行ってたってのは嘘じゃなかった。よかった。よかったね。その事実確認が取れたらでかい。その事実確認はね、取れました。今までね、幻想の可能性あったから。そうそう。そうちょっとね、心のどこかで 1% 2% はね、疑いの気持ちは残り続けてたからね。このファミチキの H ってさ、うん、何の H だと思う？さっそうだよね、全部ホットスナックの H。 あ、ホットスナックだ。それだ、多分正解書いてないか。子供向けの謎々みたいな下に逆さ向けで答え書いてある。こうすると答えにあるやつ。あれ、子供騙しもいいところだよな。あれ、これってさ、 YouTube で最初紹介したのってさ、うん、え、あれ伝説のヒカキン様。え、もしかしてまさかそれヒカキン様の、ヒカ様が紹介したことにより H がすごい。そんな権力あんだ。実際僕らはね、そヒカキン様動画見て、そう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 、欲しいってなって。そうなんですよ。まだ売ってたってなったから。あ、どうでしょうか。ちょっとゆらついてる。行くぜ。お、しわし。いい感じですね。はい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 。時は道れり。来た。行くぞ。行くか。まず1枚。おー。こんにちは、ファミチキさんです。あ、ファミチキだ。これの姿なのか、君は。これこれ。よし、行くぞ。はい。行け。行け。ファミチキ。おー。ロンザオイル。来た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 。もう一個。これが特許か。やっばやば。うわあ、最高。ファミリーマートの店長になったらいつもこれできんだ。それバイトでもできるぞ。時間です。来たぞ。いいっすか。たぬきくんやっちゃって。気をつけてね。1枚目いくよ。はい。あげます。はい。あげるかけてきた。うわあ。あ、ファミチキだ。すごいすごい。あ、ちょっと色ついてる。はい。はい。2人目すごいすごい本物だ。偽物のことある。8問入ってました。じゃあ切っていきましょうか。いったれ。おお、ざっくりいった。いやー、きた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 。めっちゃいい匂いする。やば、美味しそうだ。ジューシーね。揚げたてはなかなか食えないですからね。そうなのよ。じゃあ、はい、いただきます。どうぞ。タヌキ、どこもられたタヌキ。早く食べて。これやばい。めっちゃいい匂いする。いただきます。いただきます。え、やば、めっちゃうまいやん。めっちゃうまい。めっちゃジューシー。うん、衣がサクサクだし、幸せですよこれ。今後の飯企画でこの幸せを超えられるの。問題が発生している現状。なでしこは鶏肉苦手だけど、うん、これぐらいジューシーだったら好きってことですね。大好き、うん、いやー、はい、とても幸せな動画でしたね。いや、本当に本当に良かった。ではじゃあ次回の動画でお会いしましょう。いや、終わらねえよ。そうはさせるか。もう幸せでしたよ。この幸せを、はい、さらに超えていくのが、はい、僕らのキャンプ。いや、付加価値。そう。いやー、だってさ、打足打足いらないか。いやー、だってもうすでに美味しい、うん、これを超えられるかどうかが、はいはい、我々の YouTuber にかかっているわけよ。そうですね、ミッションですよね、我々の。そう、ミッション、師匠命題、うん、というわけで、はい、僕以外の人がみんな考えてくれました。お前なんで偉そうにしてる。今絶対考えてきましたの流れだ。そうです。僕はちょっとね、本当に脱足になりかねないので。よし、じゃあなでしこさん、どうすればいいんですか。まず1品目、はい、チキン南蛮でございます。チキン南蛮絶対美味しいでしょ。絶
対うまいよ。絶対間違いないね、これは。はい、じゃあそれを入れてください。それでは、はい、入れます。どうぞ。あ、もうこの辺いいのか。みんなだけ人生で揚げ物やんの初めてレベルな気がする、ね、確かに。結構緊張してるんですよ。チキン南蛮ってことはタルタルか。あ、そう、タルタル買ってきました、今回。おー、でチキン南蛮ってなんかどうやらソース絡めた上にタルタルやってるっぽいんだよ。そうだよね、甘酢ダレみたいな。そう、甘酢ダレみたいな、はいはいはい、でこれで代用できるんじゃないかなってことでクックヌードゥー酢豚。その酢豚、まあ、酢とね醤油みたいな味付けがそれっぽくなるんじゃねってなって。なるほど、うん、チキン南蛮最近食べたんですけど、はいはい、はい、お米が進む味だったね。いや本当にね、そうだ、思い出した。米で、いや米で連想して思い出した。米はないんですが、はい、こちらですね、ふわふわファミチキバンズ。おお、こいつ忘れてたわ。バーンズ、まあ、みんな今乾いた笑いしかできない。そうそうそう、何も出てこないって。大変申し訳ございません。こいつね、ファミチキ専用ってなってるから、お釣りのファミチキを挟んで食べてねってなってるので、あとで作ってる間にまた追加であげて次を見て食べようかなって思います。そうしよう、そうしよう。これ買うときに、僕も買ったよそれ。え、なんか店員さんに買うときに、あの中身は大丈夫ですか。いやいや、それ聞かれるよねこれ。軽かったら。そうだ、時間です。よし、ちょうどこっちも盛り上がってきた。そしたらこのままブーンってやるのあれだから切るか。多分切った方がいいんじゃないかな。そうだよね、うん、オッケー。たぬき買った。あ、いや、あのファミチキ輸送だけ。運搬業務だけね。運搬業務だけやっていただいて。あ、どうぞ。軽く炒めながらクックドゥの黒酢豚か。酢豚、酢豚、田舎のおばあちゃん。酢豚出たな、田舎のおばあちゃん。シマリンが言う。シマリン。おー、今肉汁が、うわ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 、すごい。そのまま食わせてくれ。さっき食べただろ。食べた。それより美味しくしてあげるから。ありがとうございます。なるしくは、なるしくは甘いじゃないかい。じゃあもうこれも炒めちゃうか、絡めて、うん、はい、いいと思う。いきます。はい、ドゥイ。うわやばいね。いいね、酢豚だから、そのケチャップも入ってるからね。そうなんだよ、最高です。待って、匂いもいい。もう来てる。うまそう。めちゃくちゃいい匂い。どうなんだろうね。一応さ、酢豚としても作られてるわけでもないし、うん、チキン南蛮として生まれてきたわけでもない、うん、確かに。どう出るのか、別の形で蘇る、うん、どうなんだろう。ジョブチェンジを行う。ジョブチェン、よし、できたんで、じゃあちょっとそれぞれのお皿にちょっと乗せて、それぞれあのタルタル乗せちゃうわ。あ、ありがとうございます。じゃあ、でも私これ6等分にしてたから。あ、どうすんの。いや、どうすんの。どうすんだろうなって思って見てたのよ。食べたい人、多めに。はい、2人にあげます。いいですか。もちろん。いただきますね。おお、めっちゃうまそうだな、こいつ。よいしょ。いいね。よいしょ。はい、出来上がり。よっしゃ。なんか肉フェスとかにありそう。ありそう、どうだ、どうなるか。ファミチキの新世界を見るのか。いただきます。いただきます。怖くて食べらんない。世界が変わってしまうかもしれない。世の中の何か大事なものが上書きされてしまうんじゃないか。いただきます。なぜ俺は生きているんだ。うますぎる。これめっちゃうまいね、マジで、うん、マジでうまい。しっかりファミチキくんものいるんだよ、ちゃんと。そう、いるいるいる。これファミチキだって一瞬でわかる。なんかちょっとね、胡椒が強みで効いてんのよ。スパイシー。そう、それとね、黒酢の相性めっちゃいい。これはちょっとやばいな。新しい世界への扉が開いたかもしれない。本当にうまいぞ、これ。タルトの相性やばいね、うん、やばい。これマジで商品化してもいいと思う、うん、これに関しては。ただこいつを、はい、挟んで、うん、たぬきくんに食ってもらおうか。おお、それもタルタル入れても美味しいかも。確かに。あ、入ってんじゃない、それ。なんか入ってるって書いてなかった。あ、ほんと。ソース、タルタルインソースみたいな。ほんとだ、タルタルソース。あ、バンズにタルタルソースをサンドしてます。あ、じゃあもうすでにタルタルがいいってことは。なるほどね、ご存知でしたか。酢豚もいいよって提案してますからね。そう、確かに。ここにバーン。あー、入ったくん。あるし、いいの。いいよ、いただきます。きたきた。いい表情、どこ見てんだ。コロコロコミックの顔説明。タヌキ、タヌキ、ファミチキの油が。ファミチキある、油をこぼす。タヌキ、内ももが。タヌキ、内ももが。タヌキ、熱い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 。うまい。よかったよかった。パンと合うね。はい、いや、美味しかったですね。美味しかったです。美味しかった、幸せのひとときでした。まだあるよ。
次作っていくのは、はい、割と簡単なやついこうと思って、はい、2つ一気にいっちゃおうかな。ファミチキンラーメン。おなるほど。バターファミチキンカレー。あーなるほど。レトルト、はい、チキンラーメンにそのチキンをファミチキにしちゃおうっていう。なるほど。こいつがそう、こいつがかわいそうかわいそうに。でもそういうことだよね、このチキンラーメンって。確かに確かに。こいつらをじゃあまあ普通に2個あげて、はい、まあ、あのかけて食べる、入れて食べるって感じかな。はいはいはい、わかりました。2個あげていきましょうか。はい、2個こぼすなよ。はい、2個こぼすなよ。任せろ。これは司くんに教えてもらった奥義。奥義。めっちゃこぼれてる。え、こぼれてない。めっちゃこぼれてる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 。見てみ、ほら。めちゃめちゃそしたらそのお湯を火かけてもらってレトルトもいいかな。名前あるのかな、こいつに。ありそうじゃない。予想します。ピヨコとか。んピヨコ。あ、まあ、いやでも結局そういうところかもしれないからね。そうなんだよね。ちょっと調べるわ、僕答え見るんで。まさか。え、まさか。違う、まず種類がめっちゃいる。え、お友達ラーメンファミリーがいる。でもくっそ単純な名前だったわ。ピヨキチとかいる。いや、ひよこちゃん。まんまじゃねえか。1本取られた。きた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 。チキンラーメン完成。美味しそう。すごい美味しい。すごく美味しい。チキンラーメンさんはね、こううまいんですけど、はい、やっぱね、チキンが入ってないんですよ。そう。単純な。チキンエキスだけだからね。そう。そこにしっかりチキンを入れていきましょう。はい。じゃあ入れます。はい。あー、ジャッキーですね。あらあら。チキンの回でアラーっていうの果たしていいのかどうか。チキン食わんからな。あ、そう。多分、いや、どうだったっけかな。え、アラーってアラー？アラーって神ね、だよね、そうだよね、その話よね。確か知ってんだ。アラーって、あの、一時神について勉強してる時に。どういう時期？いって、ほら。あ、いいね、これもまた肉別の。ありそう。ありそうだよね。じゃあ支給します。はい、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。うん、こいつ何でも合うな。チキンラーメンメガ進化したぞこれ。メガ進化してるわ。あ、めっちゃうまい。このやっぱ胡椒がいいね。そう、うん、ラーメンに合う。マジで一瞬で食っちゃった。美味しすぎてね。うますぎる。これこうつつけがたいですね。こうつつけがたい。いただいちゃって。どうぞどうぞ。普通のチキンラーメン食べたら、うん、友達と遊んで帰った後一人でゲームしてる時に。大事な話だ。楽しいんだ。いや、うまい、うん、まだまだ昆布は続くぜ。昆布昆布昆布って今昆布だった。これ次チキンラーメンが次昆布ですか。いや、昆布じゃない。昆布昆布あ、いっちゃって。はい、カレー。続いてカレーです。バターファミチキンカレーですね。いただきます。いただきます。うーん。重低音。うーん、行き当たったの。ウーファーかなんか使ったんですか。ちょっと使ってる。いただきます。うーん、うまっ。おいしいな。うまい。今回チャレンジしてないからね。確実にうまいよ。うーん、おいしいね、フーテ。うん、おいしい。それだ。あれ飲んじゃうね、これ。うん。あれ飲んじゃう。うん。あれは飲み物。なんか水筒に入れて持ち運びたいね、これね。なんかの時もその例えしてませんでしたっけ？したかもしれない。水筒に入れて持ち歩きたいみたいな。よく覚えて、焼肉？うん。ああ、あの結成して。俺焼けるやつか。そう、間もない時に。うん。なんかスープかなんかね。じゃがいものポタージュみたいなやつで。よく覚えてる。ペントがこれ水筒で入れて持ち歩きたい。やばい。少ないのがバレる俺は。手札が。やべ、満足だ。あー、満足ですね。うん、満足。じゃあ今日はこれで。はい、ありがとうございました。待て待て待て。あれ、え、まだ俺たちの夢は終わらねえ。確かにまだ残ってますね。なでしこさん。はい。あれでしょ。次は。はい。はい、最後ですね。うん。ラスト。はい。お。ファミ卵とじ丼。ファミ卵とじ丼ですね。ファミ卵とじ丼を作っていきたいと思います。はいはいはい。今回は一切ボケることなく、うん、淡々と作り続けているけど。そう。ファミチキはどうしても美味しく食べたかった。そう。危ない。ナイス。
セーフ。ちょっと待って、どれが1位だろう。順位決めるって設定あったんだ。気がついたら増えてた。あ、そうか、まあ、みんな1位、みんな1位だよな。確かに現代の考え方、そう、全員手をつないでゴール。そうだよ、全員手をつないで。そういう時代よ、ファミチキたちがこれ、みんな手をつないで。そうそうそう、こうやってファミチキたちがね。あ、じゃあたぬきくん、玉ねぎ切って、はい、みじんじゃないよ。そう、みじんじゃないからね。スライス、スライス切りしてほしい、うん、スライス切り、スライス切りを。おい、あ、なんか最近コメントで、ああ、日に日に料理が上達してるっていう嬉しいコメントが来てて。忖度だよ、バッサリ切る。嘘でしょ。編集でそのテンポが早く見えてるからだ。それはある。ほら、こういうシーンカットされてるから。そうそうそう、長いもんだって。これでいいか。ああ、いや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 、ゴミついてた。あ、大丈夫大丈夫、見放されてる。切れましたか。切りました、先生。ありがとうございます。そしたらば、ちょっと火を一回強めますね。はい、もうここからスピード勝負なんで、どんどんカット入れちゃいます。お、来た来た来た、スピードスター。スピードスター。おー、プラノのスピードスター、ありがとうございます。あー、スピードスター、ピコさんです。いいよー、スピードスター。いきます。おー、おー、ありますよ。あ、ありますよ、ありがとうございます。スピードスター、危なすぎる。スピードスター大破壊する可能性がある。スピードスター、そっから、はい、わずか数秒っすね。数秒、わずか数秒ってなるともうだわ。ってなるともうです。ってなるともうです。数十秒です。数十秒、数十秒です。わかるのこれ、なんとなく。なん直感で全てやってきたんだね。そう、直感で全てやってきた。だからそんなになっちゃったんだ。そんなんです。なるほど、まだな。ちょっと一回開けてみますね。はい、いきます。せーの、おい、お、うわ、おいしそう。はい、できました。きた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 。いただきます。いただきます。いただきます。うん、これはおいしい。米欲しい。うん、ファミチキすごいな。うん、マジうまいねこれ、うん、ずっと今日このリアクションだけど。本当にうまいのよ。和風も合うんだね。なんでもいけんな、うん、今んとこね、中華の酢豚、うん、カレー、インドのカレ カレーで、この和風の合う、合う。これはタイが、タイ出身の真ん中にあるからね、ちょうど中国とインドの全てを繋いでいた。うん、完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったですね。うん、満喫しました。満喫しちゃったよ。ほら、タネくん、一番決めたいって言ってたじゃん。そうだよ。あ、そうだ。めっちゃむずいな。めっちゃむずい。めっちゃむずい、正直。めっちゃむずい。めっちゃ食ったな、それ。やばい。我々10個全部食べてますから。1人 2.5 個。やばやば。顔が、なっちゃうかもしれない。ファミチキに？ファミチキに。怖すぎんだろ。犬たぬき的ナンバーワンは、でん。ファミチキン南蛮です。おぉ、あれはやばい。いろんな人来てるよ。私も。お、満場一致で。超うまかったもん。超美味しかった、マジで。シルタルの相性が良すぎて。いや、ほんとね。えぐかった、あれは。いや、他の皆様もね、ほんと検討されてね。いや、検討したけど。そう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 。こう、つけがたいんですけどね。美味しかったね、かなり。あえて言うと。はい。なんかすげえ、流しこっぽい喋り方してた。そう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 。あえて言うと。って言うなら。余談だけど。って言うなら。チキン南蛮ですね。そうですね。そんな感じ。チキン南蛮ぜひ作ってみてください。やってやってな。やってな。